はい、皆様こんばんは、カーズチューブです。僕のツイッターに寄せられました皆様のコメントをご紹介するコーナーですが、今日はもう皆さん同じこと、もう敗因がはっきりしてるんでね、もう初回のエラー2つ、もうこれに尽きるもんね。もう皆さんのご意見ももうそこにもうほぼほぼ集約されております。まあご紹介してまいりましょう。全部はご紹介できませんが、一つね、そうそう、ヒデ99さん、昨日ね、さっき の僕の、カズチューブでも申し上げましたが、石岡選手のプロフィール、が違っていましたよとご指摘があって、今日直してありがとうございますということだったんだけども、ヒデ99さんもパーリーグ順位表のところで最初マリーンズだけが勝率が5割飛んで、6輪1も4桁になっていましたというね、ご指摘頂戴しました。本当だね、僕気づかなかったわ。もうなんかもう試合が始まってしまうとさ、進行のこととかに集中してちゃんとスーパーも読まなきゃいけないね。本当だ、みんなはさ5割4分5厘とか、他の強球団はね3桁なんだけど、まあこれとりあえずこの猛差で競ってる時は4桁で表現するんだろうけど、まあここはそうする必要ないもんね。本当すいませんでした、細かいこと言ってすいませんということ。いやいや、その細かいことが大切なんですよ、テレビの、番組の制作でもね、我々実況アナウンサーとしても。ありがとうございます。そういうところを指摘してくださるのはとっても僕はありがたい、本当ありがとうございますね。ただ、お前がホークス戦喋ってるから気が悪いとか、そういう問題外でしょ、それは僕の仕事なんで。はい、ファンとかじゃないんだよ、野球の中継っていうのは。野球って見てるんだけど面白いでしょ。ファンの方々は応援してるチームを応援すればいいんだけど、僕は仕事で喋ってるんで、そこには応援とかアンチとかってないんだよね。だから野村くんがヒット打てば野村くんすごいなと思うし、リチャードの一発すごいなと思うし、宮城が三振取れば素晴らしいナイスピッチングと思うし、千賀投手のまっすぐすごいなと思うし、そういうことでしょ。なんかそれで大前がなんかホークスを喋るとなんか違和感を感じるとか、まあ、勝手に感じとけって感じですけどもね。はい、ありがとうございます。僕らはなかなかそういうことは言えないんだよ、立場的に。今言ってますけども、まあ、そういうこともあるんでね、まあ、そういうもんですよ。はい、まあ、僕らも反論する機会をもらえればいくらでも反論する、論破する力を持ってますけどもね、いくらでも。ありがとうございます。ご紹介してまいりましょう。愚痴を言ってもしょうがないね。ドリームスカムトゥルーさんです。初回の2つのエラーがとても痛かった。とてもいい雰囲気で来ていたのに、こうしてエラーから流れが止まってしまう、なかなか波に乗れませんね、ということですね。本当そうですね。宮城投手が良かっただけに残念です。本当良かった。今日松中さんも宮城ベタ褒めだった。そう、もちろんホークス戦の中継だからホークス中心になるけど、松中さんってやっぱりオリックスのこともちゃんと言ってくださるしね。昨日の和美さんもそうだけどもさ、野球ってそういうもんなんだよね。はい、それから住吉のおっさん、初回のセカンドゴロやったと叫んだ途端でした。やってしまいましたね。そして T さんのエラー、ここから辛い 2,3 時間にならないよう神様にお願いしましたが許してもらえませんでしたね。本当そうだね。ありがとうございます。しっかり宮城くんは5回からは本当にしっかり抑えて頑張りました。お疲れ様でした。あとは明日おやすみなさいということ。おやすみなさい。福井のけいちゃん、守備の乱れは相手の加点とチャンスに直結しますね。おっしゃる通りだね。でも2点を取ったのよしといったところでしょうか。うん、まあね、はい、明日も厳しい試合だと思いますが、勝ちにつなげる試合にしてほしいなと思う次第です。 I think so。 ありがとうございます。ゴロリさん、悔しいですね。エラーは相手にとってはチャンスなんですよ。しかも2つもったいないです。切り替えて勝ち越しを狙いましょう。そうだね。伏見たらいさん、そうトライ戻ってきて早く、もうファームの方はね、もうこの前ゲームにも出たしね、トライ早く戻ってきてって感じ。大前さん、本日も実況お疲れ様でした。初回からミスが続き失点、これにつきますね。宮城くんは初完投。そうなんだってね。初完投だよ。まあ8回完投負けなんだけど、完投には間違いない。宮城さんのスーパーキャッチ、ナイスキャッチをジャンプしてファールフライ取ったもんね。宗選手の意地の1点、見どころはこの辺でしょうか。なるほど。明日は今のベストメンバーで臨んで勝ちをもぎ取ってほしいです。ちょっと含みのある、明日は今のベストメンバーで含みのある表現、いいですね。
榎本君雄さん、今夜ホームラン打たれましたが関東の宮城君だけ頑張っていましたよということ、お怒りのモードまあまあ玲子さん、お疲れ様でした。なんとか宮城君が敗戦投手にならないようにと願っていたのですが残念、次の登板の時は野手の皆さんにしっかり頑張ってもらいましょう。明日の幸也君も頑張れって、幸也頑張れという感じですね。竹生さん、ミスが出たら勝てませんよね。リチャードになぜこんなに打たれるのかな。まあ割と特定の選手に打たれますよね。リチャードとか万波とかね。ねえ、万波君もリチャード君もいいバッターではあるんだけども、なんかオリックス戦、よく打つね。まあ、あのオリックスから見るとよく打たれますわね。ありがとうございます。それからアツさんです。不調のホークスとはいえどもエラーでのチャンスは逃しませんよねということ。まあ流れっていうのはゲームにありますもんね。とこしえの薄口評論家さん、宮城くんも素晴らしかったです。序盤のエラーが最後まで響きました。またパーフェクト食らっちゃうのかとヒヤヒヤしました。明日勝ち越して正念場の9連戦に向かっていってほしいです。そうだね、その前の9連戦の前に勝ち越してね、負け越しが2という状況で9連戦に向かっていってほしいなと。でそこで6勝3敗でいければ貯金1で前半終了ですよ。まあ、まあ事実上はもう前半じゃないんだけどもね、オールスターブレイクを迎えるということですもんね。明日大切です。桜咲くビーズさんは初回のエラーが全てですね。宮城が本当に気の毒です。それでも腐らず最後まで投げ切った経験は今後に必ず生きてくると思いたいですねということですね。まあでも宮城くんもね、本当苦しい状況で本人はでもそう立ち上がりはなんとか粘りたかったっていうね反省の言葉、まあ、その辺がなんかこうね、本当申し訳ないなっていう感じではありますけどもね、ありがとうございます。ハヒンさん、2つのエラーが全てですね。千賀投手相手に追いかけるのは難しいと、厳しいということ。宮城は頑張った、それだけで十分です、切り替えましょう。おっしゃる通り、ありがとうございます。野球大好きさん、いや私はやっぱり薬病神なんですかね。これでペーペー5連敗です。宮城くんありがとうってそっか、まあそうなるとちょっと考えますわね、5連敗はね。薬病神とは言いませんが、ちょっと気にはしますね。ありがとうございます。僕はね、ホークス中継するとホークスの勝率はいいんだよ。おそらく一番いいんじゃないかな、僕がホークス実況陣の中で。はい、で和美さんがやるとね、斉藤和美がやるとホークス負けるんだよ最近は。それから、チルドレンさん、初回のエラー絡みの失点で体勢が決まってしまいました。リチャード選手にホームランを浴びましたが、それ以外は宮城君のピッチングも素晴らしかった、非常に良かったと思いますということ。明日は幸也投手とピッチングに期待します。寝ます寝ますもおやすみなさい。それからラバン99さん、大前さんと皆さんのおっしゃる通り初回の西作がということね。明日は全員で、何が何でも取り返してくれることを願うばかりです。おっしゃる通りです。頑張ってもらいましょう。ミスはあるんだよ野球はね。だけど、まあ、そのミスをなくしていくことが、上位に上がっていくという一つの条件でもあるからね。野球はミスがあるスポーツなんですよ。そこをうまくついていけるかしのげるか、そこで、勝敗が決すると言っても過言じゃないスポーツだね。牛子さんです。今日は牛子さん、また正午の、織姫団と合わせて、送りくださいました。さすがに初回エラーはきついですね。相手が千賀なので良いピッチングすると分かっているからこそ、周りが宮城くんを盛り立てて流れを作ってほしかったのに逆に行ってしまいました。次こそということ。打線はお休みだったんでしょうという、まあ、お休みじゃなかったんだけど、休みたくはないんだけど休んでしまったというね。で正午の織姫の、談話、今日の初回のエラー2個で宮城くん切れちゃったのかな。お兄さんたちが助けてあげてほしかったのにな。取れるところでチャンスは逃さないようにしないとのことですおっしゃる通りだわ。今日はテンション低めで、携帯の待ち受けの T さんを眺めていましたT さんが待ち受けっていいね。ありがとうございます。なんかいいな。K5 さん、今日現地だわ。 K5 さんも現地全部なんか言ってくれるね。
北は北海道から南はこのペーペーまでね、ありがとうね。今日は本当に初回ですね。さあこれからってところで本当にもったいなかったです。明日、勝てていて本当に良かったと思います。昨日勝てていて本当に良かったと思います。そうだね、切り替えて明日の幸也投手に期待しますということ。ペーペードームに今日は応援に来てくださいました。ありがとうございます。それからよりよりメタルさんは、ムネリンタイムリーと宮城くんの好投でもう明日に向けて切り替えました。素晴らしい、連敗そしてカード勝ち越しましょうということ。そうだね、ありがとうございます。関さんは、試合が早く終わったのでラーメン食べてホテルに向かってます。あ、今日現地だったの。今日から2日間現地です。あ、じゃあ今日は明日だね。明日も応援よろしくお願いします。明日勝ってカード勝ち越し決めて9連戦迎えましょうということね。関さんありがとうございます。松清さん、今日は1回の2つのエラー、これが全てでした。胸のタイムリーは素晴らしかったのですが、見どころはそこだけ。混戦のパーリーグ戦うためにも打てないなら守れないなら打つ、そこをしっかりしてほしいところですということ。ありがとうございます。それからカイトさんは、打てないのは相手ありきなのでしょうがね。連勝が止まるのはいつもミス絡みの敗戦なのでなかなか上がってこられませんねということ。そうだね、なんかこう難しいよね。小木見ゆさん、お仕事お疲れ様でした。お仕事ですよ、お前お仕事で喋ってますからね。趣味で喋ってるわけじゃないからね。オリンの攻撃見て随分やきもきしながらの放送だったのでは、これは間違いです。その考えは改めてください。全然もうナイスバッティングリチャードですよ。喋ってる時そういうもんなんだからね。それから、猛牛大好きゆうきさん、前半戦もあと少し、選手たちにはしんどいと思いますけども、ここが踏ん張りどころですよねということ。そうだね、頑張ってほしいね。ありがとうございます。それから友谷上田さんは、千賀投手も素晴らしかったですね。宮城くんも頑張ってくれましたが、やはりエラーが響きましたねということ。明日勝ち越し目指して頑張ってもらいましょう、気分切り替えて応援しますということで、まあ皆さん同じようなねコメント。ユミさん、仕事終わりに速報を見てエラーかける2つ、見せる気が失せてしまいました。宮城くんの初完投も負けがつくのは悔しい。ずるずる引きずらずに明日、このカードも週末からの、9連戦も負けられません。まずは勝ち越しましょう。おっしゃる通りです。レボさんは、宮城くんどんまいとしか言えません。ね、カード勝ち越しだけはできるように切り替えていきましょうということ。それから乃木坂オリックスラバーさんは、松中さんがおっしゃっていたように、勝った翌日はあまりメンバーをいじらない方が良いのでしょうか。まあそういう考え方もあるんだけど、いろんな伏線がある、チーム事情もある、相手との相性もある、まあ、それは変わってもしょうがないと思うんだけどもね。はい、ということで、気持ちを切り替えて勝ち越しできるように明日からも応援していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、たくさんのメッセージを頂戴しました。全部目を通しておりますので、毎回申し上げますが、今回も最後までありがとうございました。まあ、今日はね、そのミスもあって、もう負けの理由ははっきりしてるんでね、明日に向かっていってほしい。頑張れ、サチ。なんか、まだペーペーで勝ったことないんだって。頑張ってほしいな、本当にもう。その初勝利を僕は実況したいねと思いますね。今こう思ってるんだけど、こう試合が始まってしまうと、本番モードになると、もう野球の実況、オリックスであろうが別に関係ないですから、何か言っても全然みんなそう思ってくれないのね。みんながそう思ってるだけなんだ。もう何回も言います。じゃあまた。